試合終了、札幌鹿島2-0。鹿島相手にも一方的に負けたわけではない試合失点までは良かったが、自力の差が出た。今までに比べて決定機も多く作ったが、相手キーパーがことごとくファインセーブ。今後は青崎の存在感、青木のキレに期待できそう。はい、ということで、7月6日ですね。鹿島アントラーズアウェーで0-2と敗北しました。なんかね、前半だけ見てたら、ワンチャン今日鹿島相手に勝てるんじゃないかみたいなね、期待はちょっとあったんですけど、まあやはり後半でっていうね、ここ最近の負け方をしているかなというところですね。まあただ後半も一方的に攻められたわけではなかった。こっちも得点のチャンスは作っていたというところだったので、まあだからこそね、悔しかったですね。前回の新潟戦はね、もう何もできなかったっていうところだったので、まあその一個ね、前とかの FC 東京戦とか、横浜 F マリノス戦とかやれてたんだけど負けたみたいな、また感覚の試合だったかなと思います。まあただこればっかりはね、相手のディフェンス陣およびキーパーをね、褒めるしかなかったっていうプレーがやっぱ多くて、まあただ決めきるチームはそういうところも決めきるんだろうなっていうところで、自力のね、差を感じたというところでした。さあ、シュートはディフェンス正面、これ決まらんのきついわ。前半でしたっけね、トーヤ選手、まあ前半ね、始まって早々10秒ぐらいにね、トーヤ選手のフィードから小林選手がっていうシーンありましたけど、得点は取り消されたね、シーンでしたけど、まあそれを除いたね、一番のチャンスっていうのはやっぱりまたね、トーヤ選手の仕掛けにクロス中に入れた時に武蔵選手の、まあ、こぼれ球をシュートしたシーンでした。まあね、あれはね、絶対決めないといけなかったですね。まあむずいのはむずいんですけど、誰もねプレス来てなくて、蹴るのを準備するのに十分な時間があって、で、かつ相手ゴールにはキーパーがクリアして倒れてる状態ですから、ディフェンス一人しかいなかったけど、そのディフェンスにね、止められてしまうという状況でしたが、あれ、決めれないとな、もう、これ以上のね、チャンスはないっていう感じですよね。もう普通にやって決まらなくて、あんな決定機も決めてくれなかったら、もう何に期待をすればいいんだっていうね、感じですから、大崎も相当サッカー IQ 高いな、この短期間でめちゃサッカーを操れるとは。まあ今日負けましたけどね、やれてた試合だったって言った要因の一つはね、やっぱり大崎選手の活躍があったんじゃないかなと思います。サッカー IQ 高いですね、本当に。特にね、解説の方もよく言ってましたけど、縦パスがすごい効いてたり、いろんなね、指示出してたり、ディフェンスリーダー的なポジションも担ってました。まあ、ボランチでのね、出場ではあったんですけれども、まだね、合流して、まあ、チーム加入前からカウントすると、3週間ぐらいは経つのかな ?3、4週間。だけどね、こんな短期間で本当に順応して引っ張っていってる、引っ張ってくれていってるっていうのでね、まあ、こっから期待というところですね。本当に取れてよかった選手だなと思います。原くんできること最大限やってくれていていいですよね。今日はね、原選手がね、スタメンで出てました。やっぱりね、原くん結局大崎選手も同じように途中で変わっちゃいましたけど、できること本当に最大限にやってくれてるなと私も思います。特にね、仕掛けの部分ですね。もう恐れずに仕掛けにいてる姿、まあ金子をね、彷彿とさせるようなあのワクワクする仕掛けがね、本当にね、チャンス生んでますし、やっぱね、見ていてこっちもワクワクしますから、もっともっとね、増やしていってほしいですね。本当に原くんも獲得できてよかった選手の一人ですね。もうスタメン定着でもね、いいぐらいだとは思いますけど。だからさー、ということでこれ私のツイートなんですけど、前節から札幌が選手交代した瞬間の大ピンチまたは失点、過去前節の失点がこれがすげえ気になるんやけど、ということで、今日まさにね、これで失点しましたね。選手交代した直後にね、1点目を入れられてしまいました。で、前節もね、選手交代した直後に失点化されましたけど、大ピンチがあって、で、その前の FC 東京戦もその前のマリノス戦もね、あったんですよ。まあだからこれね、なんでなんだろうなっていうね。別にさ、他の風習的にというか、別にそこを狙われる、一旦緩むみたいなね、ことはね、ないかなと思うんですけど、マジでこれは謎ですね。本当に選手とかね、コーチ陣に教えたいぐらいですけど、出張買取なら、グリーンタイムライフパートナーをご利用ください。特にスポーツ用品やサッカーグッズ、ユニフォームの買取に力を入れております。なんと、クラブコンサドーレ会員なら買取価格が 10% アップ。買取依頼は概要欄に記載のグリーンタイムライフパートナーさんの各種 SNS からお問い合わせください。イーブンなボールからの駒井さんのドリブル失敗率高い。まずは動かなくていいのではかん。ここまで失い方あんまり良くないと思う。はい、ちょっとね、前回の動画でもね、触れたんですけど、やっぱり駒井選手のプレーっていうのは非常に気になってて、ミシャ的には攻撃のギアをね、鍵を握っている選手っていう感じだと思うんですけど、まあこの通りね、攻撃を全くできてないっていう状況で、なんかね、駒井選手がボール相手付近でね、持っても絶対ロストするんですよね。あと後ろを下げたり、そこがね、やっぱ非常に気になってる方多いんじゃないのかなと思いまして、まあ、今日もね、そういうシーンがあって、で取られた後取り返そうとしてイエローカード出て、まあ自説
出場停止ですよねっていうことにねなりましたから、うん、もったいないなっていう感じがして、これでねもし次節駒井選手いない試合なんてもう久々ですけど、実はうまく機能しちゃったみたいなねところあったら、もう原因はやっぱそれ一つだったってことになっちゃうので、まあここのね何かしらの改善点っていうのは必要かなと思います。皆さん他会場の結果を見てお分かりの通り、残留はほぼ 100% 無理です。はい、まあ今日に関してはね、ちょっと京都の試合わかんないけど、やってないのかな、今日やってるのかわかんないですけど、同じ争いをしてた湘南と鳥栖がねどっちも勝利ということでした。ということでね、残留圏内の17位との差が勝ち点12に開いてしまったっていうところで、まあ残りもう後半戦も始まってて、シーズン後半ね、まあ、確率で言うと確かにほぼ 100% 無理ですね。もう数試合前からなんとなく分かっていたことなんですけど、まあこの現実を受け止めて、この先どうやって戦っていくか、戦い方が大事なんじゃないかなと思います。まあ別にねこれでじゃあ明日から応援やめますかと言われたらね、やめないですっていう方がほとんどだと思うので、まあただせめてね最後ぐらいは調子上げて来季に向かいたいところですね。勝つからの青木さんへのパスが素晴らしかった、ただゴールに結びつかなかったのは残念だけど一番興奮した。まあこれ最後ら辺のシーンでしたけどね、あそういえば青木選手もね1ヶ月半ぶりぐらいのね試合、柏レイソル戦以来かな試合復帰でしたけど、やっぱね和幸選手、まあこれもね毎回私褒めてますけど、パスがね素晴らしいですね。浮き球もグラウンダーもすごいなと思いました。まあ特に今日一番鳥肌立ったのは本当に青木選手へのパス、まあ、結局ねキーパーめっちゃ上手かったので止められてしまったんですけど、やっぱああいうの欲しいですね。まあ点が決まらなくてもワクワクするシーンっていうのをやっぱ勝之青木はね作れる選手なので、そこを見ていきたいなと思います。まあ余談ですけど、すごい相手上手かったゴールキーパー早川選手ね、鹿島アントラーズの、まあ、小柏の同級生ということで明治大学卒の選手なんですけど、まあ勝之選手もね1年だけ被ってるのかな、勝之が1年生の時、早川東芝は4年生でね、今日ダゾンで私も見てましたけど、まあ、最後ね、選手同士が握手するときにね、まあハグしてましたけど、そこでね思い出しました。あそういえば明治大学コンビだったなというここってね、東野のゴール裏への眼差しは死んでいない。まあ、東野選手ね今日決定機に全て絡んでくれた活躍はしましたし、まあもう申し分ない選手ですね。今日はなぜか菅選手いなかったですけど、まあもう菅か東野かだったら東野選ぶぐらいのね実力にはなってるんじゃないかなと思います。まあディフェンスでね起用されるのが本当もったいないぐらいなので、もうウィングとかをね一回やらせてほしいっていう感じですけどね。ボランチとかもね、まあ、まだ選手は諦めてないということで、我々も、まあ、気持ちは諦めてはいけませんね。ウイスキーモナカ、ウイスキーのボトルになってる。いただきます。うまっ。え、早く食いて。大崎の動きを見る新見者の戦術ではなく、既存の選手たちの判断の遅さと悪さでテンポも遅くなりミスが起こっている。枠内シュートの少なさも原因問題かもしれないけど、ビルドアップ時点の判断の遅さがチャンスメイク激減の要因、チャレンジとエラーの天秤がぶっ壊れてるよディフェンスラインは。そうなんかな。まあちょっとねこれ試合見ててこれやっていう感じではよく分かんなかったんですけど、まあ言われてみればっていうところですかね。まあ主力組じゃないですからほとんどって言ってでもね言い訳にはならないですけど、やっぱね攻撃へのテンポが遅いっていうのは前々から言ってたことだし、間違いない話で、ビルドアップな、そうビルドアップしようってなってもできない、カウンターがねできないし、まあだからこそね今日すごい杉さんとね岡村で回してた時に最終ラインでね困ってたんじゃないのかなと思いますけどね。なかなか前に運べないっていうところで、いつになったら勝つのかという贅沢な考えを持たず点を取ってくれと願いながら見るようにマインドチェンジ。もう点いつから取れてないのかわかんないぐらい取れてないけど、あーでもこのまま一勝もできないというか、まあ3勝目を迎えられないまま、シーズンが終わってしまう可能性っていうのもほんとゼロじゃないなって今日見て思っちゃったし、もうなんかな、先制点取られたら終わりみたいなね感じにはなってますよね。一点も取れないんですからこっち、決めきるべきところを決めきれないからね。まあ、さっきのね降格確率の話もそうですけど、まあ、どうやってね残りのシーズン応援していけばいいんだっていう話ですよね。正直小林の激突、武蔵のドフリーシュート、東野の飛び込み、第八のヘッド、勝ち行きは起き、これのどれも決まらないのは本当不運としか言いようがない。はい、私もそう思います。まあね不運とか言っちゃうとね、これも実力だよって言われたら、まあその限りでないというか、
その通りなんですけど、まさかここまで決まらないとはな、思わないよなっていうなのが最近やっぱ続いてますね。前節ぐらいまでのね、失点もすべて本当にワンチャンスだったじゃないですか。他頑張って防いでたのにっていうね感じだったので、まあ、かつね怪我人でしょう。まあ、怪我人もね、それは実力のうちだよってね言うのはおかしいですけど、まあ、つくづくね運に味方されないなっていうのはここ数試合ずっと思ってますね。失点はマークのズレと菅野の飛び出しのミスだな。菅野は決定機を止められたからチャラかな。2失点目のところですかね。まあ、今日 2-0 でしたけど、まさかねあそこに入ってくるのは予想はできてたと思うんですけど、まあ、誰が行くかまではちょっと迷っちゃったのかな。杉さんも、まあ、難しいんですけどね、あそこ出るか出ないかのところですげえいい位置にしかもダイレクトで蹴られてっていうね。まあ、ただ一個言うとやっぱヒロム選手のディフェンスっていうのは全く効いてなかったかなというところですね。ディフェンス能力のねやっぱ低さがかなり顕著に目立ってしまった試合だったかなと思います。この失点もな、3人の頭越えてちょうどダイレクトで当たるとこに選手をねフリーにさせちゃったからね。少しずつ自分たちのやりたいサッカーに近づいてきてる。気づいたら降格していました。こうなった時にこの1年あるいはミシャを招聘してからの数年間をクラブとしてどう評価して次に進んでいくのかが大切よね。今年1年の結果はどうであれ来年以降もコンサドーレの冒険は続くんだから、まあほぼ確実にこの状態になるんじゃないかなと思いますけど、まあな、これまでねミシャサッカー7年間積み上げてきたもの、確かに来年どう生かすんだっていうほぼ J2 の状態で監督もおそらく変わってっていう段階でどう生かすんでしょうね。なかなかやっぱり脱却するのも時間がかかるって言われてますから、まあかなりね目新しい光景を見れるのは確かだと思いますけど、脱却方法というかな、なんて言えばいいかな、切り替えというか次が大事なところですね。金銀マドレーヌ、金銀マドレーヌで金時本当に見た目は一緒やね。めっちゃうまそうだわ。絶好調だった大崎を変えたのはなんとなく理由はわかるが、あの交代で大崎克行ではなく駒井克行の選択ができないのが大きく戦術を変えられないイコール8連敗の原因の一つと考える。はい、これもね私のポストですけど、まあ、まず大崎選手をねあんだけ絶好調だったのに変えた、まあ、そこに関してはねなんとなく変えるだろうなと思ってましたね。どんだけ好調でもねミシャならやりかねない。まあ、ただその裏にはなんか理由はあるんでしょうけど、まあ、もう年齢も結構30代、33歳だったっけな。だから体力的なとこを見越してなのか、次節、まあ、天皇杯もありますから水曜日、そこを見越してなのかっていうねありますけど、まあ、ただねあの交代で、まあ、ボランチのね勝之選手を出したわけですけど、駒井選手をね変えられなかったっていうところが、なんていうかな、戦術がやっぱそれと大きく変わんないじゃないですか。サポーター的にもそうですけど、せっかく大崎が入って大きく変わってきたのにここで大崎下げちゃって結局駒井残すんだっていう、明らかに今大崎の方がなんていうか違うエッセンスを加えてた、いいエッセンスね、まあ事実ですから、そこでねこの判断ができなかったのが、まあ今停滞している理由なんじゃないかなと正直思っていました。多分補強組と怪我人復帰が噛み合い出すのは8月からだと思うんだけど、その頃残留圏内と勝ち点差はどうなってるのかしら。まあ早くてですよね、早くて8月で、次がね浦和、違うわ、次神戸か、次神戸浦和かっていうね、まあ苦手なチーム相手で、で現時点でもうすでに降格圏内と勝ち点差12差があって、だからなしんどいよな正直。8月いざここからってなってももう遅いよっていう時点ですから、もはや今ほんと奇跡的に次の神戸浦和ってね勝って進まないと、もう勝ちが絶対条件なのは今後以降全ての試合ですね。まあただしかし怪我人復帰して補強も入ったとしても、それでも 100% うまくいく確信はないわけですから、むしろね怪我人が怪我じゃなかった時から負けてますからね、本当どうなるんだっていう感じです。なんかミシャのインタビューも負けてすごいテンション低いんじゃなく、怪我人も出てこれ以上どうすればいいんだって感じで、ノーアイデア感で、次の試合でない袖振りますよ的で、感情が全くない感じがして買えそうだったな。補強も時すでに遅しな感じもするが、同 1% への道へ臨んでいくか見届けるしかないな。かわいそうっすよね。でも確かにもう使える駒がこれしかないよっていう状態でですからね。ただやっぱその中でね戦い方を変えたくないっていうのがあるのか、全くね変わってる気はしなかったんですけど、そこがねなんかサポーター的にはムズムズするところだなと。確かに怪我人とかはねいるし、手駒がね少ないのは分かってるけど、それでも何か変えないと何も変わらないよっていうところをね言いたいんですけどね。我々は毎回ねインタビュー聞くのも結構辛くなってきましたけどね。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
そんな成績で監督解任しないのは世界見渡しても北海道コンソール札幌だけだろ、普通のクラブならとっくに解任されているぞ、このクラブは本当異常すぎる。まああんまいろいろとね批判はしたくないですけど、やはりここに来てね、あの気持ち表明の時点でミシを切らなかったっていうのがね、さすがに響いてるなと私ですら思ったというところですね。自分で自分の首を絞めた結果というところです。本当にね、監督変わったら、まあこれも一か八かではあるんですけど、やっぱりね順位も変わっていくチームっていうのがほとんどなんですよ。まあ例えば今年のね徳島とかもそうでしたし、一昨年のね神戸とかもそうでしたし、っていうのをね学ぶべきだったかなと思います。これは間違いなくね降格した時もこのね後悔は絶対にあると思いますね。原因の一つ、大きな原因の一つに挙げられると、武蔵のチャンス弾かれたやつ、多分チームが調子良くて武蔵も乗ってる時なら少し浮かして打って守備ごとゴールしてたような感じかなと。でも多分過去試合の宇宙開発だったりもあったし、コース狭められた中でしっかり決めたくて浮かないように打ったのかなと。しっかり決めるためにあれ多分武蔵自身もかなり悔しかったと思う。まあ何を考えて打ったのか分かんないですけど、まあディフェンスもねゴールに立ってたとは気づいてはもちろんいたと思うので、まあ狙うべきはねちょっと浮かした球だったかなと思いますけど、ただやっぱ枠に入らないっていうね武蔵自身のね課題があったので、ちょっとね安牌を取りすぎたっていう感じでしたかね。まあそれとも全然ね何も考えずに打ったのかもしれないですけど、まあこれもね結論、調子がね上がって出ないこのシーズンだからっていうのはね理由になっちゃっての、あの弱気な感じだったら、まあそれもそれで問題ですし、まあ負のスパイラルですから、なんとかしてほしいところですね。青木のプレーを久しぶりに見たけれど、やっぱり配球の質とか違う、こういう選手が何人もいないのだから、ムベなるかな。まあ青木入ってからね、まああのポジションからのチャンスクリエイトっていうのはかなり増えたと思います。このレベルのね、主力選手が、まだ半分以上いるっていうのがね、怪我で欠いてるっていうのが、マジで異常事態だなと思いますけど、もうスパチョークとかもね、いますからね。まあ一人ね、この青木選手復活したのは、そこはポジティブに考えたいところですね。今日は途中出場でしたけど、フルタイムでのね出場っていうのも近いうちにあると思いますし、怪我が再発しないことだけをねとりあえずは願いたいところです。でもっともっとね青木に合わせて青木にシュート打ってもらってっていうのをね増やしていければ得点は生まれていくんじゃないかなと思います。速報セレッソ大阪レオセアラ選手、北海道コンサドーレ札幌と並ぶ16得点。こんぐらい点入ってないってことだからな、一人で16点入れるのも、第何節か忘れましたけど20何節で一人で16点入れるのも相当すごいけど、こんだけチームで合わせて点取れてないのもすげえよな。しかもフォワードに得点がまだないんでしょ。どうなんだろうな、フォワードで得点ゼロって市場価値的にはもう終わるぐらい下がるんじゃないですかね。 J リーグとかも声かけてもらえないレベルなんちゃうっていう感じですけど、わかんないですけど、あれをセラ選手すげえなっていうのと、札幌もある意味ですげえなっていう話でした。はい、鹿島戦の振り返り以上なんですけど、まあ最後にねちょっと1個だけニュース紹介します。スペイン H 部セビリア、来日して30日に札幌と8月2日にトスと親善試合開催へ。スペイン1部のセビリアが J1 の2チームと親善試合を行うことが複数の関係者の話で分かった。8日にも正式発表される。30日に札幌ドーム、8月2日にトスエキスタと対戦する。8月の来季開幕に向け、日本代表ミッドフィルダー三笘薫が在籍するイングランドプレミアリーグのブライトンなど欧州の複数クラブが日本を訪れ J クラブと実戦を行うが、1890年創設の名門も同様に初戦の場に選んだ。セビリアは今季同リーグで14位、スペイン代表ディフェンスヘススナバスラが所属する。5日時点で札幌は最下位の20位、トスは17位と残留争いをしている状況だが、貴重な経験を残り試合の巻き返しにつなげるということで、まあ相当珍しいなっていう話ですね。札幌が海外チームとねこういう親善試合をするなんて。結構ね今年だったらこのねブライトンとか、あとレアルソシエダとか、あのメッシのいるインテルマイアミも来ましたし、あとスタッドランスとかトッテナムとかも来ますけど、なんか今年多いなっていう感じしますけど、その中でねこのセビリアってねセビジャってね言った方がわかると思うんですけど、ラリーガのチームがね来ることになりました。あ、セビジャと当たるのかっていうね、なんかなんていうか微妙って言ったら失礼ですけど、まあ歴史のねあるクラブですし、ずっとねラリーガにはいる、まあ強いクラブですから、まあ
なかなかない機会ということで、ぜひね、見に行きたいなと。まあ私は、日程的にね、まあ関西に住んでるし、行けないんですけど、札幌ドーム。見に行きたかったなというところですね。で多分なんですけど、あんまり、この J リーグファンの人って、海外は全く知らないよって感じだと思うので、まあ私自身も正直そうで、全くってわけではないんですけど、全然知らないので、まあどういう選手がいるとかね、全員わかんないんですけど、このスペイン代表ディフェンス、ヘススナバス選手とかも知らないんですけど、セルヒオ・ラモス選手がね、いるってことは知ってます。元パリ・サンジェルマンのね。まあ一方でね、この、もちろんね、こんなチーム状況の中、親善試合やってる場合じゃねえよっていうね、声もあると思いますけど、あそこは一旦置いといてという感じにするしかね、ないですね。せっかくのチャンスですから。一応、7月30日ということですけど、思いっきりね、平日の火曜日で、まあおそらく夜開催だとは思うんですけど、その前の試合がね、7月20日の浦和レッズ戦で、10日後にこのセビージャの試合で、その1週間後に8月7日に横浜 F マリノス戦ということで、まあ試合がなければ実際は1週間お休みの週だったというか、そういう感じなんですけど、まあここにね試合が入ってくるということで、まあ連戦にはねならなくてよかったなというところですね。他のねチームもこの週スタートランスとかもそうですけど、日本で親善試合を行うようですので、まあ J リーグ的にも試合が開催されない週なのかな。まあ平日ですが、なかなかない機会ですので、皆さんぜひ見に行ってください。私もね、去年パリサンジェルマン対セレッソ大阪見に行ったんですけど、やっぱりね楽しかったですよ。雰囲気も全然違うし、リーグとね、あと紹介映像みたいなのがねすごいかっこよかったですね。相手チームのパリサンジェルマン、私は応援しますけど、パリサンジェルマンの紹介映像もね、うわ金かけて作ってるなっていうね、ちゃんとしてるなっていう感じでしたし、世界レベルのねプレーを見ることができました。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、ということで、このチャンネルでは北海道コンサートで札幌についての情報を発信しております。よろしくお願いします。それでは。